こんにちは、ハミラジパーソナリティの玉井です。こんにちは、上に同じく奥村です。やった、俺が上です。下手に出てもうた。マウント、自分からマウント取られに行ってしまった。うん。うん。っていうね、マウントの自滅っていう音声ね、もう前回あったんでね、うん、聞いといてくださいね。うん、はい。うん、じゃあ今回は今回聞いていただく音声は、ついにね、ちょっとね、タイトルとかで、どえらいことになってるんですけど、何ですか？お願いします。ナンパ、マッチングアプリでお持ち帰りできない人の特徴。どえらいポップなテーマや、ね。どえらいポップ。ハミラジ史上マックスポップかもわからん。マックスポップいったかな、うん。ナンパの話とかちょっとしたけど、真面目に話したりしたしね。うん、うん、うん。で、この音声をお持ち帰りがなんちゃらっていう、この音声撮る前はね、ビジネスのコピーライティングの話真面目にしてましたから、ね。そうなの。そうなの。温度差がグロいっていうね。テンションのその切り替えがもうしんどい。もう二重人格ならなあかんぐらいね。テーマがちゃう。そうそう。だからそのコピーライティングが俺がね、こう、メインで喋ったんですけど、やっぱこうナンパマッチングアプリとなると、うん、やっぱ凄腕、ストリートナンパ師、シャオロンさんに、やっぱりその教えを、こうでいこうじゃないかと。俺その話かい。俺その話担当かい。そうよ。お肉そトップ、ポップな。うん。日本一のストリートナンパ師、シャオロンさん。ちげえよ。世界をまたにかける。国際的ナンパ師だから、やっぱり。世界はまたにかけてるけどね、地味にね。うん。四五十カ国の方とね、やっぱそういった肉体関係を持ち、百カ国以上の人に、ストリートナンパしてるわけやからさ。それは事実だね。うん。うんそんな人のお持ち帰りメソッドを知りたいっていう人も。人生でお持ち帰りっていう言葉使ったことないよね。俺今多分3回目ぐらい。自分もないと思うけど。うん、あんまりないね、うん。お持ち帰りっていうことないよね。もう飯屋さん以外でね。うん、ちょっと言うときやっぱメンタルブロックあるぐらい。メンタルブロックあるな。サブイモデルワードやね、これね。合コンでお持ち帰り。言うたことない。うん。まあ、大体言うてる人はもう無理みたいな。そう、ね。言うてる人ナンパできない。絶対。あ、そうだ。あ、なるほど。これはわかる。特徴1やね。お持ち帰りっていうワードを使ってる人はお持ち帰りできない。そう。お持ち帰りっていう日本語をね、そういう出会いの場でね、使ってる人はもう無理です。うん、お持ち帰りしちゃったとかね。言うてる人は。お持ち帰りされちゃった。それはまあ、女子やからええと。されちゃったって言うてる男ね。あ、されちゃった言うてる男はもうできて、ね。まあ、いてない。されてる側やから、それは。うん。うん。そんな特徴に。まあ、うん。そうですね。そういうテーマなんですけど、ね、お持ち帰り、ナンパでお持ち帰りとか言うてますけど。はいはい。まあ、そういうテーマやけど、まあ、あった日にね。うん。まあ、ホテルとか行ったり、まあ、要はセックスするためのね、マインドセットというかね。いわゆる即ってやつね。うん。マインドセットというか、うん、そもそもね、どういう、そうやって、ええんかっていうね、うん。というところとかもね、含めてね。いいこと悪いことみたいな。そういうテンション道徳的にいいこと悪いこと、ね、別にそこまでは言わないですけど。出会って4秒で合体するのは、いいこと悪いことみたいな、うん、そういうポップなテーマで、お送りするという認識でいいですかね。うん。ちゃいますけど、まあそういうね、おもろい感じで行きつつも、まあこれを聞くことでね、メンタルブロックがね、壊れるような感じにね、持っていきたいなと思います。要は、なるほど。美女が来た時とか、この子だけは大切にしたいな、好きやなっていう、時が来た時に、やっぱいろいろブレる人多いと思うんで、はい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 。無難な行動取ってもたりね。そういう時ブレずに、で、セックス、あった日にセックスイコール、悪みたいな感じでね、決めつけている人もおると思うんですけど。うん、ああ、まあ、なるほどね、うん。うん。まあ、必ずしも別に善とも悪ともない、どっちでもないっていうこともありますし、その辺のね、うんうん、もうこの音声聞き終わったらね、いろいろメンタルブックがね、うん、壊れまくってね、うん。うん。お持ち帰りしたくなると。そう。テイクアウトしたくなると。あって4秒で合体したくなると。うん。うん、その AV シリーズを見たくなると。うん、ああ、なるほどね。できなかったら、お持ち帰りできなかったら、それ見たくなる。その見たくなるぐらいの仕上がりをね、目指していければなと思ってます。うん、なるほど、うん。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。はい、で、まあまあ、まあ最初さ、まあ、我々、って言ったらおかしいか。モテへんとかさ、あんまり女の人と遊んだけ、デートした経験ないっていうところから、スタートするやん、大体の人は。うん、うん、うん。まあ、ナンパとか、マッチングアプリとか。うん。うん。ってなると、
だんだん距離縮めていって、なんか知らんけど、5回ぐらい会ってとか、うん、付き合ってからとか、やってセックスするとか、うん、ホテル行くみたいなね。うんうん、やっぱ、それは、まあ、常識的にはそう思われてるやん、基本、多分。うんうん、まず、それ、常識がほんまかどうかっていう、まあ、話やねんけど。はいはいはい。うん。どっちでもええやんっていうことなんですよね、結局は。うん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 。会って一気に距離縮まることもあるわけやん。初めて会った気がしないぐらいまで仲良くなるリスクもあるわけやし。うんうんうん。7億回会っててもね、距離縮まらんことはあるわけやし。うんうん。うん。だから、言い悪い、ないっていうところにまず持っていきたいのね。ああ、なるほど。うん。でやって4秒で合体するのは悪いことではないと。うん。うん。いいことも。そんなこともあろうよと。うん。むしろ、うんうん、めっちゃ距離縮まってても、ホテル行かなあかんやんっていう時やのに、うん、行かへんのは会ったばっかやから、うん、まだ会って4秒しか経ってないから今日はホテルはやめときましょうっていうのは逆に悪やろっていうね。うん、ああ、なるほど。あえて言うなら、うん、そっちが悪なのではないかと。そう。うん。それは逆にコミショやろっていう。だから、ねうん、そこのメンタルブックね、うん、多分特にね、ナンパとかやとね、うん、めっちゃ働いてまうから。あ、そうなんや。うん、俺もそうやってん。なんか、うんうんうん、ナンパっていろいろね、皆さん、声かけてね、そこでもう緊張するし。うん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 。で、カフェに行けたってなったらもうそれだけで嬉しいし、でそこでいろいろ話してたと。で、あ、仲良くなってきたと。うん。嬉しすぎるわけやん、そんな。うんうんうん。出会いをさ。普段出会わへん人と出会いたし。そう、普段出会わへん人と、しかもゼロから出会いをくれてさ。話できたし。話できて、盛り上がって仲良くなっていったと。うん、うんうん。もう嫌われたくないんですよ、もうこうなってくると。なるほど。うまいこと言ってるから、ここまで。うん。保守になっていくわけね。そう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 。ここでホテルに誘ったら嫌われるんちゃうかとかなってくるんよ、やっぱ。はい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 。あ、なるほど。だんだんこう、リスク取らなくなっていくわけね。そう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 。ナンパで声かけるとき一番リスク取ってて。そう、もうそこで一番頑張ったみたいになってるから、本人的には。うんうん、うん、もう俺もそうや。過去の栄光みたいな。あの時声かけたナイスみたいな。そう。もう、あ、ビジョン見かけた。うわぁ、めっちゃタイプやけど、ここ逃したらあかん。でも緊張する。うわぁ、行ったぞっていう。そこで全エネルギー使い果たしてるから。なるほど。で、今お茶してるとき楽しいみたいな。1時間前の俺ナイスって言うて。そう。守りで、あ、女の子も楽しんでくれてると。うん。ああうん、なんかいろいろ恋愛恋の話とか人生の話とかしてなんかトーク盛り上がってると、うん、なんか仲良くなっていってるぞみたいな、うん、声かけた時にちょっと気づけてる。そう、最初無視されてたのにこんなに仲良くなっていってるぞと、うん、人として絡めてるってなってるから、うん、もうホテル誘えないですよね、うん、こうなってくると。なるほどなるほど。嫌われるんちゃうかここでホテル。確かに確かに。わ、うん、かるやろ、なんとなくやってない。わかるわかる。うん、わかるわかる。リスクだんだん取りづらくなっていくね。そう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 、うん、この辺で。この辺で引こうかな、みたいな。この辺で威嚇しようかな、みたいになっちゃうね。そうそうそう。で、次のアポを取って、次デートに行って。確かに。で、うん、で、何回かうちに仲良くなっていって、なんか付き合うとかそういう話になっていったり、家とか住むようになってから、まあ、ワンチャン好きあらばセックス、いけんじゃね、うん、みたいな風に思うんですけど、大体、ね。なるほど、なるほど。これね、うんうん、経験ある人わかると思うんですけど、まあ、その日、うん、まあ、連絡先交換して、うん、まあ、お茶ありがとう言われて、解散するやん。うん、あのね、100% 返信返ってこんへんから、これ。うん。そうだよ。まあ今日ありがとうとか言うやん。まあ次空いてるとか言うやん。あ、ちゃんと家帰れたとか、まあ言うやん。うん、2億%、まあ返信来ないんですよ、なんか。へー。そうだよ。そういう仕組みやね。あんだけ仲良く話してたのに、っていうね。なるほど。人間不信になるやん。人間不信ね、最初俺もなりかけた。みたいな、うん。めっちゃ深い人生の話とか、カフェでしてて。うんしかも別に向こう、心から完全に楽しんでる感じやったぞ、みたいな。めっちゃ笑ってるし、みたいな。そう、めっちゃ笑ってるし、愛想笑いとかじゃないぞ。これ完全に笑かしてるぞ、俺は、みたいな。そこまで俺もミスらんからさ、その人を見る目というかさ。なるほど、なるほど。これはほんまに笑ってるやつやとか、わかるやん、さすがに。わかる。何本持てへんおっさんでも。うん。うん。それで、本当、今度もっとゆっくり飯行こうね、とか向こうから言われて、ほんまありがとうって言って。ありがとうね、言われて。そう、じゃあバイバイって言って電車お互い乗って、で、ブロックされねえライン。どういうことですかと。ほうほう。うん、うん。確かにそれナンパしてるでしょってあんま分からへんな。そう、これ、そうなるこれほんまや。うん。うん。はい、はい。これはね、なんでかっていうと、まあ、佐々木アウェイみたいに、リスク取らへんっていう話ありましたけど、うん。だんだん無難な話していくようになって、で、まあ、仲良くなる方に嫌われないようにっていう角度から仲良くなりに行ってるから、うん。で、そうやって出会い
新しい出会いで自分楽しなっていってもうてるから、うん、すっごい話し込んじゃうんですよね、これ。はいはいはい。もう、まあ2時間とか3時間とか。うん。うん。うん。要はもう、全部話したやんってなんねん、お互い。なるほど。お互いお腹いっぱいと。そう。趣味、うん、仕事とかのこと、人生観とかのこと、うん、全部話して、うん、あ、こいつこういうやつやなっていう、ゲシュタルトが向こうにできてしまうんよね。うん、うん、うん。あ、なるほど、この手の男やなっていう。うん、はい、うん、うん。こういうジャンルの人ね。うん、あ、楽しかったと。うん、もう満足。うん、うん。まあ、気にならない存在よね。気になる存在じゃないよね。もう一回会いたいと思わない。そう、もう一回会ってどうすんの？もう全部話したやんっていう感じ。なるほど。うん。だから。で、お腹いっぱいになったから、電車のホームで、電車乗る前に、ススってブロックされるわけやん。そうやな、そこまで早いかわからんけど、仕事が、うん。なるほど。で、だから、でも、向こうはわかるわけよ。うん。もう全部話して、まあ、いい感じになったのに、なんかこそこそワンチャンを狙ってきてるなっていうのは向こうはわかるわけよ。うん、はい、はいはいはい。ワンチャン、なんかまた飯行って、次こそはなんかワンチャンホテル行く好き。ああ、めんどくさい、めんどくさい、うん。っていうのはもう伝わってるわけよね、女子に。うん。確かに。テンション上がってもうてて。そう。そのニュアンス、気もいてる。そうそう。ニュアンス出てる、ね。嬉しになってもうてて、なんか懐いてきてるし、みたいな。うん。もうって、なんか、勘違いしてない、私とすげえ仲良くなった、むっちゃラポッタって、勘違いしてない、みたいなね。うん。向こうが冷めて、うん、冷めてくるぐらい。うん。うん、っていう流れで、まあ、ブロックになるんですよね、うんうん。なるほど。うん。これはでも、やってる人結構そういう事態に陥ったりとか、まさに図星や、みたいな人って多そうやね。全員やな、全員。全員なんや。これで過ごしになってないやったらナンパやってない。うん、あ、なるほど。まあ、まあ、じゃあもう共感してない。100% 得られるわけね。これ100%、100%。うん、なるほど。ほうほうか、で、じゃあこれを、その、どうしていったらいいの、うん、うん、うん。で、うん、かというと、うん、じゃあ、なんかもうセックスだけを目指したらいいんかって言うて、逆にも、はいはい、また別の間違いを先にお伝えすると、なるほど。これを経験したからって言って改善しようと思って、また逆に触れるとまた間違うわけね。そう。逆側の間違いもある。これはあのリスクの経験に間違い。そう、うん。なるほど。逆の間違いは、うん、ってことはなんかまあ、そんなリスク取れということが、うん、セックス、うん、あったいにセックスせなあかんのかねと。うんうん、うん。っていうことで、そのために下ネタボディタッチに走るっていうね、ミスがあるんですよ。ああ、なるほど。はい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 。うん、で、あったその日にセックスなんかみんな都市伝説やと基本的にナンパやと思ってるんですよね、皆さん。うん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 、うん。そんなわけないやろと。うん。で、逆にそれがほんまなんやとしたら唯一可能性があるのは、うん、下ネタとかやってなんかエロい雰囲気になっていって、ボディタッチしてカフェとか居酒屋で。うんうんうん、で、女の人がエロい気分になっていくからその隙を狙ってや、みたいな。はい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 。なんでやねんと。なるほど。なるほど。なんでやねんって話やねんけど、ほんまに。うんうんうん、そこに関してはね、私も。うん、うん。下ネタボディタッチをしたら、その、エロい気分に女性はなるんやと。そうそうそう。で、エロい気分になってるから、もうちょっと、そこのタイミングでホテルに誘ったら、もう、うん、ちょっともうスイッチ入ってるから、来てくれるんやと。うん、本気で信じてる人多いんですよ。足りなかったから、さっき、この間ブロックされたんやと。そう。なるほど。何言うてんねんやろ、これ。うん、経験はあるわけね。それは。経験、あのね、コンサル生にちょいちょいおった。なんかそういうのを雑誌とかで読んだとか、うん、そういう動画を読んだことがあってとか。あ、それでこう、ボディタッチして相手のこう、確認を取りましょうみたいな。そうそうそう。とか、あまあ、そこまでいかなくても、そういうするために、うん、そのために酒を飲ますんや、みたいな。さ、ノウハウ。酔わせて4秒で合体。そうそう、酔わせて酔うから、まあちょっと開放的になってくるからや、みたいな。ああ、なるほど。まあね、あの、それで普通に考えてみてもらいたいんですけど、そんなんでね、ホテル行く女の人どうよって思いませんっていうね。まあ確かにね。どんな女性なんていうね。うん、まずそれ、一番のノウハウは、そういう人を道でどうやって見つけるかっていうところが一番のノウハウであって、それ見つけたらおしまいみたいな話だもんね。そうそう、ね、100人くらい声かけてたら何人か混じってくるよね、それは。うん、うん、うん。で、それやってる、それやってんのと風俗行く何がちゃうねんみたいな話。ああ、で、それができるようになって、で、やったーまあ、できるようになったみたいな。もう、で、それがナンパかみたいな。これがナンパかみたいな。もう俺ナンパじゃできるぞと。ワンチャンナンパ講師もできるぞみたいな。なるわけね。少子千万というかね。はい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 。それも同じぐらい間違えていると。同じぐらい間違ってる。
うん、そんなもん、そんなんでね、エロい気分になるわけないじゃないですか、普通に考えて。うん、そうやな。男でもならんわ、うん。ならへんし、なってる人おったら、相当やばい、まあ女の子。まあおるかもしれんけどね。すごい寂しいタイミングやったとかね。ちょっとメンヘラ気質というかね。かまってほしい、もう誰でもいい、まあ、そんな人を探してるみたいな。地雷系の人にばっかりこう、焦点当たっていくような活動になっちゃうし。うんうんうん、まあそんな子でしか成果出ないよ、みたいな。うん、うん。成果って言ったら変やけど、うん。うん。わけですね。そうなんですよね。じゃあ、シャオロンさんは、どうやって、うん、じゃあその超絶美女と出会って4秒で、酔わせて4秒で合体していくんですか酔わせて、ね、酔わせて、ね、超絶美女酔わへんから。超絶美女酔わへんから。超絶美女は酔わない。酔わへん、酒強い。名言強いから。名言。超絶美女。超絶美女見たことないでしょ、皆さん。あるやろ。超絶美女ね。一人も見たことないでしょ。なるほどね。超絶美女は酒に酔わないと。酒強い。酒めちゃくちゃ強い。うん、酒酔ってるやつ超絶美女じゃない。うん、あ、でもなんか自分さ、その、こう、ストレートナンバーして、俺もその話よく聞いてたけど、うん。飲まへんよね、まず。自分。ああ、ね、居酒屋に行かないね。うん、行かないよね、うん。そういうところからなんかまた違うような気がするけど。確かに。普通こう、なんか晩ご飯食べようかって言ったら絶対お酒飲むやんか。うんうん、で、2軒目行こうかとか、なんかカラオケ行こうかとかさ、なんかそういう風にして言うような。まあもうそれはね、もうすごい仲いい女の子相手よね。仲いい女の子付き合ってる女子とかね。もう何回も会ってる子相手のアプローチであって。うんうん、まず、一回もまだホテル行ってないみたいな、こう相手は、もう、ね、居酒屋でもいいんですけど、もうなんか、飲まし、弱そうとしてるみたいな思われたらもうね、だるいですし、時間もかかるし、自分もなんか酔うてもたらだるいし、ああ、なるほど。行ける限りカフェにしますね、昼間の。夜でも。あ、昼間のカフェの予定を。可能であればそっち。うん。まあもう最悪の場合居酒屋行きますけど、そんな、あんま飲ませへんようにするし、相手に。うん。酔ってる子をゲットしてもね、意味ないんでね。なるほど。酔わさず4秒で合体。うん。コーヒーでね。ってなるとやっぱ。酔わないしね、そもそもね、超絶美女。うん。超絶美女ね、一回も酔ったことないんでね。はい。で、じゃあどないすんねんっていうところ、じゃあ、ね。仲良なろうとしても無理やし、リスク取らずに。下ネタボディたち弱すもあかんってなると、まあ結局その間になってくんねんけど。はい。なんかどっかのね、音声でも話しましたけど。まあ、1時間ぐらいを目安にね。ちゃんといじりつつね。距離深い話しつつね。距離縮めるんですよね、心理的に。はい。どうやったら縮まったかっていうと、ノリが できてくるんですよ、二人の。向こうからいじってきたりとか、いじっていじられたり、とか、向こうからこっちに、それ何出さいみたいないじってきたりとか。まあ空気感ができてくるわけね。そう。最初はね、声かけた時無視されてるわけですから、大体ね。その時から比べた。やっぱそこでやっぱね、分かれ道は、もう距離縮まってきたら分かるわけやん、そこまで。これをね、次回に持ち越そうとしないっていうね。ここまで、今日はここまで、距離縮まったから、じゃあ次回会ったら、ここの続きからやれるっていう風に思わない。なるほど。もうその日しかないというね、マインドセットが大事。ああ、だからそういう空気感ができてるんやから、今がチャンスであって、次回がチャンスであって、そう。これ、ビジネスとかで言ったら、完全にもうステップメールやって、でも、めっちゃお客さんと距離縮まって、メールのやり取りとかもして、で、もうなんかもうこの人の商品やったらもう何でも買いますぐらいまでなってて。で、商品はじゃあいつか売りますってやって。で、まあ1ヶ月後とかに、なんか商品とか興味ないですかって言おうとしてんのと一緒。言ってきたらブロックするかな、もうじゃあね。もうその頃にはそのお客さんって別に他のもん、他のとこから買うてるわけですよね。なるほど。お肉そ温まった時にオファーするっていうのはもう鉄則なんで。はい。1時間ぐらいでそこまで距離縮まるわけですよ。二人のノリできて、いじられの距離。ノリができてきて。ってなったら、勇気を持ってね、もうそっからさらに1時間
話して楽しもうとせず、勇気を持ってもう店出てね、ホテルの方に行ってほしいんです。なるほど。要は商品をオファーするというね、フェーズ。はい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 、はい。うん、もう長々とメルマガ読まさんと、ね、もうプロモーションに入って販売ページ見せろと。うん、そう。で、それをね、うん、最初って悪やとやっぱ思うよね。ああ、初日でまた。そう、はいはい。で、こんだけ仲良うなって1時間での人をホテルに誘うって、なんか嫌われる悪やと思うんやけど、うん、じゃあいざやってみるやんか。うん、うん、うん。両方パターン試してるんで分かるんですけど、うん。それでまあホテルに行けるんですよね。ちゃんとやってたら。うん、ちゃんと縮まってたら。うん、で、行けて、で、そこでも楽しませて、価値提供して、笑かしてってするわけですけど。うん、価値提供で、うん、そう、ホテル行ってやって、連絡先交換して、バイバイってするやん。じゃあまたねってするやん。うん、メール、向こうからメール来るし、向こうから次のアポ取ろうとしてくるし、っていうね。うんうん、これ、すごい違いになるねん。ホテル行ってなかったらブロックやったのに、ホテル行っただけで、向こうは、お客さん満足度上がると、うんうん。なるほど。商品購入してよかったから、次の商品も買おうかな、みたいなのと。そうそうそう。近いですね。そうそう。これ、商品オファーしてなかったら何も。もうそれ以上、関係進まないわけですよね。うん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 。ってなると、商品オファーするのは、もういいことというか、せなあかんぐらいのことなんですよね。うん、ちゃんと距離縮まってるとき。なるほど。そこでリスクをもう一回取れと。そう。はあ、声かけれるリスク取れたんやから。取れたんやから。仲良くなってきたら。リスク取れと。なるほど。で、そうやった方がめっちゃ喜ばれるね。ほんま楽しかったと。うん、うんうん。なるほど、なるほど。それが別に、それせんと、ずっと長いこと喋ってたら、楽しかった、またね、言ってブロックされるのに。そう。またね、言ってブロックされるし、うん、しかも悪い印象のまま終わんねん。要は、なんか楽しかった感じに持ってきてるくせにこそこそ次アポ取ろうとして、ワンチャン狙いやないかい。何やねん、あいつっていう。すごい悪い印象で終わってまうねん。なんなら、でも本人としては誠実に何回か回を重ねて、そうなろうとしてるのに、そっちの方が、何やこいつ、卑猥なやつ、男め。最低な男やなっていう方が、になるねん。ホテルでやった人よりも。うん、なるほど。初日で合体した人よりも。初日4秒で合体した人の方が、むっちゃ感謝もされてるし、うん、会えてよかった、話せてよかったって、すごい満足してもらってるしっていう。うん、そこにね、両方やってね、気づいて、うん、あれみたいな。ちゃんとホテル誘わんかったら、どえらい差になるなと。うん。うん。ナンパって最悪やって思われるのか、めっちゃええやんって逆に思われるのかぐらい差つくっていうことにね。なるほど。もうナンパっていう活動自体が変わってくるぐらい。うん。うん、はいはい。じゃあ、それで、それうまくいったパターンやん。初日で。うん、うん。うん。初日で、じゃあ勇気を振り絞って自分からリスクを取って1時間でだいぶラポってきたなみたいな、なんかお互いの空気みたいなキャッチボールできるようになってきたな。出ようか。うん、って出て、ホテルの方行きます。うん、で、そこで、断られました、みたいな。はいはいはい。ってなった時。だそれを恐れるわけよ、リスクっていうことは。はいはいはい。そうなった時、いや、それやったら、2時間、もっと、なんか人間関係深まる話した方が良かったんじゃないんですか、うん。っていうのに対しては。思われるじゃないですか。うん、うん。うん、0点なんですけど。うん。その、2時間話し込んでブロックされるっていうくだり、うん、何回やっても何も成長しないんですよ、これ。はいはいはい。うん。要は、毎回2時間話し込んでね、ブロックされる以外ないんで、こんなもん。うん、もう1個しか出口がないわけや。そう、要は商品用意してないともう一緒なんで、それ。はい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 。ビジネスで言ったら、商品用意せずに、ブログ記事とかメルマガを書くのは、むっちゃ頑張ってる人と一緒なんですよ、それ。はい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 。なるほど。成長せえへんやん、一緒。うん、うん、うん、うん。逆にそのホテルに誘うっていうことをやるのは商品用意してるのと一緒なんで、うん、してるっていうのは。少なくとも、まあ、ミスったとしても、うん、もうそれ挑もうとしてるだけで、まあ、男という、友達じゃなくて男ですっていう、異性としてアプローチしてるっていう認識は与えれるわけよね。はい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 。うん。なるほど。だから次にも繋がるし、全然。ああ、だから2時間人間関係育む話してバイバーよりも、その1時間で出て、うん、で、打診して、断られた方が、余裕で次に繋がる、うん。そう、次。でも次、飯やったら、みたいになるし、うん、そっちの方が連絡繋がるし。うんうん、はい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 。で、うん、もっと言ったら、そのオファーが悪かったんかみたいなね。うん。
そこが悪い可能性もあるから、そこやったらそれ改善しに行くっていう課題が見えるわけ、うんうんうん、要はコピーライティングの回で言ったらセールスレターが悪かっただけで商品はめっちゃいいけどみたいな、うん、ああなるほど、レターの書き方が悪かっただけ、そうホテルに誘い方が悪かっただけで、うんうん、誘ったこと自体が悪いわけじゃないから別に、うん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 、うん、じゃあそこをもっといい感じにしていこうみたいなっていう風に未来がね、未来しかない、未来があるわけですはい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 、2、3時間話し込んでブロックはね、何も未来がないっていうね、うん、道で歩いてる人とお話しする活動してるだけの人になってしまうわけね、うん、でね、それでねすごい楽しんでくれたらいいんですけどね、うん、あの下心だけあるんか肝ってっていうところで終わりますから最悪の最後後味最悪なわけね、そう、向こうに嫌われて終わります本気で、うんうん、嫌われたくないって言ってそうやってアプローチしてんのに一番嫌われますからね、うん、それ、うん、なるほど一番リスクやん、じゃあそれが最強のリスクやねん、なるほど、1時間で切り上げずに長いこと、なんなら3時間も4時間も話してまうみたいな、うん、楽しかったね、ありがとう、最強のリスクなわけや、そう、もうハイリスクノーリターンだからそこの、じゃあできる人とできない人、ナンパが上手い人下手な人の違いは、だから何をリスクと思うかっていうところが、うん、こうやって違う、そこのパラダイムがもうほんま真逆やったと思うんですよ、うん、話したあれで言うと、はい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 、完全な真逆、確かに確かに、うん、真逆の方がたあの正しいパラダイムかっていうところにねシフトしていただいたらね、だからお持ち帰りできない人の特徴っていうのは、うん、だからパラダイムグダやと、パラダイムグダ、そう、でどんなパラダイムかっていうと 2,3 時間話し込むことはいいことや、うん、2回目3回目4回目会っていってセックスっていうのになってくる、すごくそれが誠実で女性のことを考えたブローチであって、出会って初日でホテル打診したりすることなんて悪だっていうパラダイムを持っている人で、そうじゃないんやったらまた別の間違ったパラダイムで言うと、弱すボディタッチ下ネタでエロい気分になっていただくのだっていうね、うん、っていうパラダイムパラダイムも間違ったパラダイムね、下ネタ言うてボディタッチして手つないでみたいな、でホテルに手つないで引っ張っていったらいけるんだっていうパラダイム、酔ってるから気づかれないんだ、バレないんだ向こうは酩酊状態なんだからそう、理性半分やからチャンスなんだといかにそこに持っていくまでの道筋を居酒屋で作るかみたいな、うん、なんか飲む乗りになってみたいな、そういう罠にはまってくれる女の人を探すんだみたいなね、なるほどなるほど、こうあ甘い度数高い甘いお酒とかを調べるんだみたいなね、調べるんだ、バーの店長と仲良くなってしれっと出してもらうんだみたいなねなるほどなるほど、それもそれも間違ったパラダイム、お持ち帰りできない人のパラダイム、ね、の特徴、うん、あの特に美女とかは一生持ち帰りできない人の特徴ですよね、なぜなら美女は酔わないからね、いくらお酒、そうなんです酔ったことがないからなのですどえらい極論、うん、じゃ正しいパラダイムっていうのは今言ったような感じなわけですね、うん、ちゃんと1時間で詰めて、はいはい、距離を、心理的距離を詰めて、うん、ちゃんとそこで店出てオファーしていくっていう、しっかりオファーしていくという、うん、でそっちをやってオファーが通ってからね、バイバイしたらめちゃくちゃ感謝されるっていうね、本来、なるほど、欲しかったってなるし、なるほど、やってない人は嫌われる、パラダイムは違うね、やった人は、うんうん、感謝される、うん、パラダイムがちゃうというね、なるほど、そういう特徴ですね、でもそれはシャオロンさんがもしかしたらそのセックスでとてつもない価値提供してるからかもしれないじゃないですか、そこも気になります、してないですめちゃくちゃマスター、めちゃ実はストレートナンパの前じゃなくてセックスマスターやからなんじゃないですか、実はシミ剣やったってこと、そうそう、それがシミ剣並みの技術があったからじゃないですかっていうところ、そうって思ってる人もいるかもしれへんけど、そうではないや、そうではないですね、そこはそれを間接的に、いや俺セックスないねんでってこのねラジオを通してマウント取りに来てるわけではないやではないですか、あシミ剣ファックではないですと、あ別に普通なんや、それは普通やな、普通は普通で、なんかなちょっと気になるけども、うん、そう、じゃあわざとその辺喋っていたらどう思われたいのか、流れにしようかなと思ったけど、かといってそう、どう思われたいかっていう別に理想のコンセプトもないけども、まあそれはでも普通やと、オーソドックス、うん、プレーンな、うん、普通にセックスをしてるんですよと、でそれでいいんですよと、うん、はい、うん、なるほど、もちろんねその技術はまあおのおのね磨いていってほしいですけど、なるほど、それマスターではないんでね、うん、ああその辺はね
じゃあ次回そういったシャオロンさんのセックス講義的なセックスマスターへの道みたいな。マスターちゃう言うてるやないか。マスターちゃう言うてるやないか。じゃあそっちの方向も行きたい感じでこっちやってるけど。やってるだけだ。持って行かさへん。なるほどね。それ多分ね、タコさんの方がね、うん、セックスマスターではあると思うんでね、ナンパやってなくても。なんでではあるねんじゃあっていうね。俺すご。確かにね。うん、セックスだけマスターっていうね、うん、そう、うん、セックスだけマスターしてる。そう、別に、ま、マッチングアプリとかナンパしてないのにそこだけすごいマスターしてる。むっちゃ最初からうまい、死ぬほどうまい。じゃあノウハウないやん、試行錯誤してなかったら。語れやん、うん、うん、なるほど。だからそういうパラダイムがこう全然違うという、それがまあ特徴なわけですね。うんうんうん、リスクを取れとというか、まあ、うん、パラダイムが変わったらそれがリスクじゃなくなるというか、なんなら、その仲良く何時間も喋る方がよっぽどリスクなんやっていう風に考え方を変えると、うん、これ聞いた人は、やっぱり、お持ち帰りができるようになるんですか、うん、そうっすね。なります。うん、なるんや。すげえ、うん。ナンバーマッチングアプリで。これ一回やっぱ味を占めないとダメですね。経験しないとね。ああ、これ一回、まあ、それをまだリスクやと思うかもしれんけど、チャレンジ何度かしてみて、うん、してそっちの方が感謝されるったり楽しんでくれるっていう経験が、体感を、うんうんうん、体感が欲しいですね、うん、なるほど。ただまあ逆の体感はもうあるわけじゃないですか。あんだけ楽しく話してたのにむっちゃ嫌われてブロックされたぞっていう経験はみんなあると思うんで、うん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 、ってことはっていう風にね、逆に考えてもらいたいですよね、うん、なるほどなるほど。それをすることによって、うん、お持ち帰りができるようになると。そうです。出会って4秒で合体やと。今日はまあ一生分のお持ち帰りっていう言葉を使った気がするわ。うん、持ち帰り。わざとやけど。絶対言ったらダメですよ、うん、皆さんね。分かってると思いますけど。うん、いや、でも、そうなんかな。なんか、関西人やから、なんかそういう言葉を嫌う可能性はある。あ、そうなんかな。皆さんどうなんですか？お持ち帰りって普通ですか？どうやろな。でもまあ確かに周りでも言う人いてないわな。なんか。いや、もう、鳥肌立つ言葉やから。そういうことになったとしても、お持ち帰りしたみたいなさ、こと言って。お前、あの子お持ち帰りしたんって絶対言わへん、ね。言わへんな。なんでない、うん、でもなんか、そのワードってすごい一般的よね。一般的にはまあ、ね、あるワードではあるけど、皆さん言うんですか、うん、そんな、友達同士で、うん。っていうのをね、コメントに書いていただいてね。言います。そうね。言いますっていう人は、うん。言いますっていう人はまあね。だから、チャンネル登録してくれて。言いませんっていう人は、いいね押してもらってね。言いますっていう人は、じゃあ、低評価押してもらってみたいな。ちょっと嫌やけど。めっちゃ低評価多かったおもろいな。全員言うんかいっていう、うん。データ取れるけど、低評価増えるの嫌。じゃあ、言うな。うん。まあ、だからその辺コメントに書いていただいて、どっちも、ね、で、言う人も言わない人も、チャンネル登録、うん、高評価、お願いしますと。お願いしますね。はい、はい、じゃあ次回はシャオロン先生のセックスマスター講座でお会いしましょう。そうですね、セックスの話だけしましょう。はい、はい、それでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。